あん中で入る。メスだからそっちでみんな。あ、今準備するんだ。今からですね、プールの中に餌を入れていきます。簡単に今から入れる餌の説明だけさせていただきます。仲間は、みんなほぼね、雑食と言われてます。で、まあ、雑食というのは、いろんなもの、いろんな種類のものを食べるということなんですけども、向かい側にもエゾヒグマというクマがいます。で、野生では主に何を食べているか、アザラシを食べてます。ホッキョクグマで、動物園ではじゃあ餌を何をあげているかというと、ホッケです。ホッケで、ホッケ以外にも、あと魚以外にも、リンゴと人参ですね。育てなどが自由によって、もう想像以上のエネルギー、この時期でいただき物でね、こういうものもスイカ、親子
ぱい。あ、スイカ食べ終わったんだ。さくら、ちょっと進んでる。すごい人。入った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 。すごい。Yeah.